波状騒動とは、1971年8月11日に、アメリカ占領下の沖縄の那覇市で発生した、暴動事件。標的となった黄色ナンバープレート1971年8月11日午前1時30分、軍道1号線の那覇軍港前で、客待ちをしていたタクシーに向かって、アメリカ兵が投石を行い、さらに運転手を殴りつけて負傷させた。アメリカ兵は、 まもなく拘束され、琉球警察那覇警察署、山下派出所に連行された。すると、近くに居合わせた被害者の同僚のタクシー運転手や通行人、約100人が、山下派出所に集結し、米兵を出せ、と騒ぎ出した。そのため警察は、那覇市泉崎にあった那覇警察署に、米兵の身柄を移した。そして群衆も那覇署に移動し、那覇署前交差点は、 ジウ馬も含めて、約400人の群衆でいっぱいになった。那覇署では、非常招集をかけ、不測の事態に備えると同時に、群衆に向かって、被疑者の引き渡しはできないと、根気強く説得した。午前3時30分ごろ、群衆の中から、外人は波状にいるぞ、という声が出て、タクシーに分譲して、当時外人バーがあった、波状地区に移動した。そこで、 黄色のナンバープレートの乗用車をひっくり返して火をつけて炎上させたり、通りがかりの外国人を袋叩きにした。まもなく機動隊も駆けつけて、騒ぎは午前4時過ぎ頃に鎮静化した。なお、事件の発端となった米兵は、その後憲兵に引き渡された。ありがとうございます。